次はシフト。こっからがややこしいね。めっちゃもう細かい作業になるからな。よし、とりあえずこれを一番背側に入れて、でここに穴があるからここに入れる。向こうに入れます。でこれちょっとの、あー、まあいいか。で太鼓がここで引っかかるようになってるから、ここね、こそこに入れればこれでシフト固定される。これね。でただ向こう側できた、こっち側にこのパーツがあるのね。でこう沿わせるんですけど、このパーツがあるので、これ入れて、固定させるのね、ここでね、暴れないように。よいしょ。そしたらこう入れて沿わすときにこれを一緒にはめちまいます。これで OK。 であとはカバーしてシフトは完成です。あとはさ、はわしていきます。よし、ブレーキ終わってシフト終わったらあとは調整だけやから。なかなか厳しいね。よし、ではブレーキ調整。トーインもまた後でやりますけどね。とりあえずもうちょい下かな。2ミリほど下げたところって感じなんですけどね。2ミリほど下がってるところなんですけど、とりあえずこれで、締めていきましょうか。撮影と喋り持ってやってたらなんかわけあるのかな。よいしょ。今こうやってここに入れると、入れて、よいしょ、これで大体で、ここは開けた状態じゃなくて閉めた状態で、ブレーキの調整。いい感じやんか。ほら、これでトーインにして、クリアランスの微調整はもうここのサイドのネジでいきます。これぐらいで、ちょっと吸ってるくらいか。あ、ここは吸ってるか、関係あるんだ。いい感じですね。いい感じ。はい、続いてリアの調整ね。よいしょ。なかなか大変やぞ。よいしょ。ブレーキ一つにしても自分でやると大変なのよ。いい感じ。レスポンスいい。おお、いいね。よし、これでブレーキ調整ができました。完璧っすわ。よし、あとはケーブル切って、サックすれば OK。 さあ次ディレイラー、これは時間かかんぞ。はい、それではフロントディレイラー、クリアランス的にはこんな感じで、まあ、とりあえず平行に持っていっといて、でこれで1ギメですわ。もうちょいこっちかな。よし、あとはこのケーブルが来てるので、ここ蓋開けてやっていきたいと思います。はい、それではね、フロントディレイラーの方、ああお腹いっぱいになった。
はい、ごちそうさまでした。それではフロントディレイラーの方の調整をしていきたいと思います。まずこうキャップがあるからね、これ取って取って、でここの線に沿ってこうね、こう挟み込むように、こっからこう来てこうね、でこの中を入れる。でこれでこの辺が一番鬱陶しいところだからね。よし、そしたらこれをいった。よし、でまずアウターに入れて一個、アウターに入れて一つ戻す。この状態で、うん、いけたよね。今思いっきり張ったから、ここの線がまっすぐに調整されてればいけてるっていうことですわ。この白い線ですね、 これがまっすぐになってれば OK っていうことです。そしたらフロントディレイラーはこれで OK なんで、次リアディレイラーに行きます。それではリアディレイラーなんですけど、ここに突起が2つあるから、これをこのフレームの外に当たるように、ここでストッパーがかかるのね、のように、ここがぴったり当たらないと止まらないので、でここで、はい、それでは10ニュートンで締め付けたいと思います。よっ、オッケー。そんなにきつく締めなくてもいいからね。はい、それではね、トップアジャストボルトとローアジャストボルトの調整、今もしましたけどね。ここスプロケがここの1枚目のギアと同じところに、でこっち持っていってだけに、こことここが一直線になるようにですね。で次はこの線を、線をっていうかこのワイヤーをここに入れていきます。ピンと貼っておけば、あとはチェーン貼った時に調整が効くので、今のところはこれで OK です。おお、はい、そしたらチェーンの方をつけていきたいと思います。よいしょ、いいね、105のチェーン最高じゃん。よし、食べたいよね、これ。すげえかっこいい105。字の書いてる方が表ね。おお、いいね、いいね。キレレララ。OK。あとはチェーンつなぎます。うん。各チェーンによって全部違うからね。8速、7速、6速用、11速用、10速用。あ、9ないな。うち9持ってへんから。っていうふうに。なので、これは11速。ほんでな、800円ぐらいするんだけど、3つしか入ってへんやんか、これ。ええ加減にせえよっていうぐらい。なんじゃそりゃ。高いねん、なんか知らんけど。おい、それとチェーン切れないよね。
あとはここ出てるピンをここに入れて折れば出来上がり。簡単に折れるのよ、そこは。よいしょ。おー、チェーンがつながったぞ。おー、いいじゃん。一番感動できる時やな。ちょっと当たってるかな。あとは微調整していきます。わー、いいね。わー、いいね。素晴らしい。はい、大体完成です。では、いくよ。よっしゃ。できたぞ。はい、続いてはラレーなんですけども、50-34 なんですよね。ちょっとちっちゃい。で、後ろはこの間変えたんですよ、11-34 に。で、11-34に前のスプロ、あとチェーンリング、これに変えようかなと思って52ですね。で、52-34って言ったらもうチェーンが足らなくなるので、10足用のチェーンをとりあえず買ったので、118リンクで、で、これにちょっと付け替えたいと思います。では、やっていきます。あー、でもディレイラーの調整もあるかな。はい、とりあえずチェーンを落とします。よし、そしたら、ああ、勝った。よし。よし、取れた。取れた。よし、取れました。よし、あんな大きいの入れよう。でかいね、やっぱり。ちょっとやけどな、あんま変わらん。まあ52、2つの伸びるだけやからね。よし、見えねえかな。見えたらお慰み。よし。ああ、フロントディレイの調整せなあかん。よし、できた。
ねえ今日一日やってたからな。もう何本、7時間8時間ぐらいやってんのかな。編集したらちょこっとやけど8時間以上やってんな。あーしんど。さあ片付けるか。えらいことになってるよもう。片付けてきれいにしてから、写真撮りします。おーやっと完成。疲れた。よし、ええ感じや。手持ちにしよっか。よいしょ、ちょっと手持ちで。どうすかね、綺麗にできたかな。リレラが見え、こんな感じか。いいっすね。よいしょ。かっちょいい。ケーブル類が全部黒に変わったからだいぶ引き締まったね。引き締まったね。映らない、押せないと。あ、いいね。ケーブル類がないからすごいすっきりしてる。フラットやもんな。だいぶ薄いもんな。ケーブル類がもうハンドルの中に入ってしまってるからありがたいね。まあ外は出てますけどね。それはフルカーボンのあのバイクと比べるものが違う。よし、こんな感じでございます。かっちょいいわ。もうこれ以上これは触ることないでしょうね。うん、いい。よし、よし。はい、ね、今現在のラレーですわ。はあ、よっしゃ、大きくなって。結局116リンクにしました。に2リンク切りましたわ。その方があのだいぶダブってたんで。よし、だからよいしょ、52、36ですね。うん、いいんじゃないかな。黒森フレーム、シートは変えますけどね、絶対に。あの今あの色合わすためにベロを使ってますけど、プニョンプニョン。だからセラアナトミカやったっけノンをつけたいと思います。うん、ギア比も10速2、1134、1134よね。うん、ディレラの調整もできたし、フロント大きくなったからだいぶこれでマシになったかなと思いますけどね。よし、できた。はい、それでは今現在の自転車部屋です。ラレールイガのクロスバイク、ミニベロはルノー、マウンテンバイクはメリーダとビアンキで、ズイフトで、ピナレロの、FP ウーノーとで、今うちである最高峰はこれですね、ガン RS。 よいしょ、アルテグラですね。デュラエースじゃないけど。まあまあこれはこれで全然あのいいですけどね。よし、さあこれで出来上がりです。おお、もうここまでやね。だいたいやりたいことはできました。あとはまた走って遊んでますわ多分。ではお疲れ様でした。